そういう迷いを探すとき帰ってよくないんです。それをね、ここでね、実にね、この方のパニー先生がうまく書いてあるんですね。これは自分の心に迷いがあって、それに引っかかっているのいるからだろうと気がつかれた。その迷いを再発する。もう迷いなんかね、どうしたら破れるかというわけで、砕き破るためにね、クオンの実在ってのは生命の実相のね、昔の本です。クオンの実在を繰り返し繰り返し読んでおられる。すると骨面として、迷いというものは何もないもんだ。それは空っぽであると分かった。この薄いひどい方だ。空っぽっていうことだね。迷いというものはないと谷口先生は何でも書いておられるけども、ついね、なんか問題が起こってくると、ああ、これは私が迷っているんだと思うわけですよ。人を見てもね、なんか起こってると、ああ、あの人は迷ってるんだとこう思うわけですね。それは空っぽであると分かった。たちまち病気がどんどん良くなり良くなるに従って病気が治すための自動運動もなくなったそうでありましたが、昨日その報告をなさるときに、迷いというものは何もないのだ、空っぽであると分かったと、その空っぽという言葉をお使いになりまして、非常にその空っぽという言葉が我々の心に迷いのもういかにもはっきりと言い表してくれたのでありましたでしょ。この空っぽっていうのはね、例えばね、コップの中でね、泥水入れといてね、泥水入れといて、その中にきれいな水入れようと思っても、なかなか入らないです。水筒に入る前のね、こうなんか、いらんことをね、いらん、水筒に入る前にいろんなことやったのをこう覚えとって、それに水筒に入れようとしてもね、なかなか入らないんです。だからね、水筒に入ってもなかなかね、こう、変わらんってしたらね、昔のものが残ってるわけです。例えばね、仏教行ってね、あのキリスト教行って罪ある罪あるって言われたりね、あるいはね、業があるとかいうように言われてしまったりね、罪と罪とって言われてるとね、もう罪はないんだと思いながらね、過去に聞いたのは残ってるわけです。だからあのブラジルでカトリックの人が多いでしょ。ほとんどカトリックですからね。その人たちに私たちが罪はないんだっていう話をすると非常に喜ぶんですよ。さ、どんとくの悟りこないでたり。しかしやっぱり罪があるっていうことを何年も長いこと聞かされてるもんだから、ふっと出てくるんですね、それが。ほんで迷ったような状態になるから、いや、罪はないんだって言ってね、よく話してあげると、スカーッとするっていうんですけどね、そういうふうにこう、我々が、こういうことをね、昔ね、成長ね、僕なんかでも医学を習ったもんだから、医学的な知識ってものを消すのに随分苦労しましたよ。医学というものの勉強をしたために、それをね、知ってるでしょ。それを捨てるのに苦労したね。皆さんね、医学やんなくてよかったよ、本当にね。まじでそれをね、習ったために3年も落第して大学入って、よーで習ったために苦労したの。本当ですよ。あるね、有名な谷口先生が、無門館の解釈っていうのを書いてある。僕あれを、非常にやっぱり自分のことのように思ったですね。同志社大学を出てね、有名な、進学、経済学を、進学を勉強したんだけども、なお経済学の方もね、勉強している。素晴らしい頭のいい人です。で、キリスト教をやったけれども、それだけで飽きたくなくて、仏教の勉強もしてね、いろんな勉強したわけです。なお、それからね、南天坊っていう、確か南天坊だと思ったんですからね、それは有名な立派な方から、南天坊のところにね、こう、禅の坊さんのところに気に入ったのね、一つ勉強しに行こうと思ってるとね、1時間ぐらい待たされたって、じーっと待っててね、禅っていうのは厳しいですからね、なかなか教えてくれないから。それで待ってると南天坊がシューッと現れてね、小僧がお茶を持ってきてね、どうぞって言うんでね、飲んだらね、またどうぞって言うんで。それでまた飲む。もういいですよ、いや、またって飲んでね。それでいっぱいついでね、そして、ね、何もついでもおしょ、ついだらその人がね、なんて言ったか。いやもうお腹がいっぱいいっぱいになりましたから、もう結構ですって言ったらね、その何点僕がスーッと行ってしまったって言うんですよ。これ何で行ってしまったんかね、これ。そうでしょ。それは善ですからね、わけわからんわね。
禅の人は教えてくれないね、皆さん。お茶飲ましていっぱい急いで、そこって言ってしまう。ところが今の人は偉い、そう悟ったっちゃうから。何悟ったかっていうとね、お前はね、わしにね、ものを聞きに来たんじゃない。今までの知識をね、いろんな宗教の知識をいっぱい心の中に詰めてね、俺のところに来たってダメだってことを教えてくれたって。どうせ俺のところに並びに来るなら、空っぽになってこいっていうことを、ね、教えてくれたんだっていうことを悟ったって。これが偉いですね。皆さんね、今までね、例えばね、どの宗教、仏教でもキリスト教でもね、あるいは金剛教でも天理教でもやっとったら、それいっぱい捨てなきゃダメですよ。そのままでもっとってね、その上に追加そうとするとね、だからそこをね、空っぽにいって してしまうことね。だから僕は病気のことはもう忘れるために、病気のことを講話にしたことないですね。専門的な病気のことは。特別こう出てきた時はしますけどね。もうそんなものはね、いくらね、体を研究して医者をやってみたってね、そんなものは本当に病気治ってるのは心の影ですからね。そんなこと心配ないんですよ。そういうふうにね、皆さんがこう空っぽになった時にね、迷いはね、本来空っぽなんだと。持ってたように見えるけど、それは空っぽだったんだと思ってね、この空っぽにして、今度は新しく成長に追い込んだら、スーッと入るんですよ。昔のものを持ってて、それを入れようとすると非常に難しいのね。入ったようでも成長のようが分かったようで昔のものが残ってるから、そこで神の子になってみたり、亀の子になったりね、こういろいろこうするな、あっち行ったりこっち行ったりね。これは、私たちが練習会なんかして10日間もしてると、こういうのをね、その、私はね、練習会でもね、こっちはまあ、2日、まあ、丸2日か3日ですからね、そんなにゆっくりしておられないけども、私は10日間の練習会でね、どういうふうにするかっていうと、大体、今までね、一般の人が成長ね、全然知らない人がね、練習会に入ってきて、今までの考えを捨てるのに何かかかるんですよ。成長するために。1週間かかるんです。10日間のうちで1週間、あとの3日で入るようなもんですよ。成長目の教えが。だからね、捨てさす方が難しいんです。捨ててしまったら、あとはスッと入るんですね。だからね、成長目の教えをこう、言えるためには、いっぺんこれを捨てさすことをね、僕たちはやるんです。だからいろんな方から、そういう今まであんたの考えとったのは間違ってるんだっていう話をしていくわけですね。そうしていったときに、この新しいものが入ってくるわけです。それを皆さんもね、知ってらっしゃらなきゃいけない。だから人に話をするときでもね、この、そういうことを知ってらっしゃってね、空っぽになってもらうようにしたらいいんですよ、空っぽに。だからここのね、空っぽっていう言葉は素晴らしいでしょ。もう一度皆さんこれね、迷いというものは何もないのだ。それは空っぽであったと。空っぽというか言葉をお使いになりまして、非常にその空っぽという言葉が我々の心のに迷いの無をいかにもはっきりと言い表してくれたのであります。この方は今まで迷いというものがあると思って、この迷いをいかに征服しようか、ここに経済難というものがある、ここに病気というものがある、こう思っている限りにおいては、なかなか自分のに対立している迷いなり、病気なり、経済難なりが、実在性を持って自分の前に立っているから、それととっくに合うことになっていた。それでどうしても自分は神である仏である経済難はない、迷いもない、病気もないと、こう思っても、自分の自覚が相対を離れることができないで、迷いはないと、一応は思ってもあるような気がして、どうしてもそれを打ち破ることができなかった。後半ね、皆さんずっと大切なところですよ。ずーっと今のところが大切なところです。ですから、ここにね、この方は今まで迷いというものがあると思って、この迷いをいかにして征服しようか。迷いをどうして征服しようかと。こういう気持ちになってもダメ。ここに経済なんていうものがある。あの人は迷ってるんだなんて思ってるで、悟らそうと思ったらダメですよ。もうこれはもう、そうすると相手がね、なかなか回らない。それでね、ここに経済難、お金というものはなかなか、できにくいもんだとか、ここに病気というものはあるんだと思っている限りは、なかなか自分に対峙している迷いなり、病気なり、経済難なりが
実在性を持って自分の前に立っているから、これと取っ組み合うことになっていた。それでどうしても自分は神である仏である経済難がない、迷いもない、病気もないとこう思っても、自分の自覚がそう捉え払えることができないで、迷いはないと一応は思ってもあるような気がして、どうしてもそれを打ち破ることができなかった。これはね、最初大概の方がこういう成長に入ってこれにぶつかるんです。僕なんかも何べんこれやったかわかんないね。もう分かったわと思ってまたやってんの、これね。繰り返し繰り返し。これは一点前にお話しましたけどね、私から練成道場で、こう、谷口先生に教えていただいてね、人間は悪い人はないって思うでしょ。でも、その、だから練成してるんですよ。ところがね、連成に100人とか200人ぐらい来ますとね、200人来るとね、大概10人ぐらいはね、変なのが来るんですよ。で、私、一生懸命で神様の話してるのに、向こうで寝込んだりしてるからね、タバコ吸ったりしてるのにね、もう、腹が立ってきてね、こわーなっちゃったりかと思ってね、みんな神の子だと思って拝まねえかんって人には言うとるがね、やっぱりあの辺で皆さん変なことしとって皆さん腹立つよ、さが一生懸命こっち話しとんのにカッ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 とんなに向こうで顔払ってこないで、ですだからあんた病気って言って聞くの時だけどね、いやそうじゃありません、まあ立っとれって言ってね、言ってまあそういう最近そういうこと言い出したが、昔はどうしようけって叩き出しまったね。そうすると怒るとね、向こうはね余計反感持つでしょ。あんなくそったりがと怒んだから、僕はこんな怒らんだから、ここにいらんつけるんだからね、くそったりがと。私、目つき悪いからね、向こうでこう、廊下で会うたんびにね、こんねらとか思って、そうすると余計暴れるよ、余計暴れる。もう自分一人じゃなくて、いろんな仲間連れてきて、わざわざもらえる。余計腹立ってきてね、カーッとしてくるよ。で、です。10日ありますからね、なかなか長いんですよ。2日ぐらいなら悪いやつはさーっと早く帰るからいいけど。そうで、尺も去って、尺も去って、もう、止まらんときに、ああ、そうだった。わしがあの人を悪いと思ったら、あの支店長は悪い野郎だと思って、それで直そうとしたら、絶対治らんちゅうと気がついた。ああ、私は、本部公使でありながら、なんと粗末な私と神の子であるのに、私がどうしてこの人をね、悪い人と見とったんか。本当にそうなんだと思って、夜、市民総監なんかの時ね、一緒に市民総監する時に、こう話した後で、こう、すみません、あなた方はね、神の子です、そうなったと。私はあんたを許します、あんたも私許します、許しの祈りするんですよ。そして、あんたは神の子です、素晴らしいの、私があんたを悪い人間と思ってたから、申し訳なかったって言ってね、本当にそう思ったら涙が出ますね。それで涙出しながらやるとね、その日からね、次の日からコロッと変わるんですよ。これ僕も不思議に変わりますよ。こんなことはもう、私はね、もう繰り返し繰り返し、ああ、これも分かったと思うんだよ。またこのくそったりやと思うね、この次はね。一回のくさつも忘れてもね、バカ野郎と思ってね、まだ、ああ、すみませんと。何でも繰り返したの。もうそういうことばっかりやってき、結局ね、練習をすることはね、自分がね、鍛えられる方ってことが分かった。私は練習やったおかげでね、これだけこう、伸びたっていうことはね、自分が。ほら、皆さんね、腹が立ちますよ、嫌な変なのを祈ってごらんなさい、先に酔っ払って帰ってきて、遠くでね、ガタガタやっとんの、ああ、神の子でございます。なかなか思えんからね、振りくせたりと出ますよ。それをね、皆さんね、だから、ここ、迷いはない悪い人を良くしようとかね、経済難を何とかしようとかね、もうすでにそこに悪いものがあるのを何とかしよう、病気があるのを何とかしようと思ったらこれね、なかなか良くならない。うちの子供が悪い子なんだけど、それを良くしようと思ったらね、悪い子だと思いながら良くしようと思ったら良くならない。しかしね、セブ町のあんまり知らない人にね、悪い子はないんですよって言ってもこれなかなかわからないね。それが難しいですね。もう子供が信じなさいって言ってもなかなかそれわからない。だからそういうところをね、こうやっぱり話を何回も何回も聞いていただいて。